はい、どうも、こんにちは、ガクチャンネルのガクです。今日はね、もう速報ということで、もう手短に、ご報告だけをしようと思うんですけど、前に買ったね、エアタグ、ね、これご紹介をしました。で、まあ、ちょっと最近結構ね、情報がもう出てきてるとは思うんですけど、僕が見てる限りではあんまりね、そこまでなんか詳しく情報載せてくれてるところがなかったので、まあ、自分でねちょっと実験をしてみました。何をしたかっていうと、まあ、前回も言ったように、このエアタグね、自分のアカウントと紐付いてない、まあ、他人が持ってるエアタグを自分の持ち物に仕込まれてた時に、まあ、警告が出るというのはね、アップルから発表は、まあ、こうなんていうの、ストーキング防止っていうことでね、そういう機能が入ってるということは分かってたんですけど、とりあえずどういう動きになるのか、僕がもう新たにね、もうアップルアカウントを別で、取ってね、実験をしてみましたね。そのお話をちょっとしたいと思います。まずね、僕が実験したのはファミリーアカウント、まあ僕の子供の、そのアカウントに紐付けをしたエアタグを僕が持ち歩いてうろうろしてみたんですけど、これね、ファミリーアカウントに紐づいてるエアタグ、これはね、その何ていうの、他人の持ち物という認識じゃないんですよね。だから警告は全く出ません、まずね。で、あくまでファミリーアカウントで紐づいてても、子供に紐づいてるエアタグの場合は僕のアカウントからは見れない、探せない状態になってます。あくまでも、エアタグと紐づいてるのは1対1の関係で、ファミリーアカウントの中での範囲でエアタグが見つかってる、検出されてる場合は、その警告が出ない、まあ、本人しか要するに探せない状態になってます、まずね。ちょっと分かりにくいですけど、まあ、そういうことです。だからファミリーアカウント内のエアタグ、まあ、家族で例えば、そうだな、僕のじゃ奥さんの車の鍵についてるエアタグ、鍵についてたとして、その鍵を僕が使って1日ね車を乗ったとしても何ら警告は出ないと、まあそれ要するにそういうことですね。で、全くファミリーアカウントとは別の、もう本当に赤の他人として、認識されてるエアタグを持ち歩くと、今日朝から持ち歩いてみたんですけど、今ちょうど昼過ぎくらいですけど警告が出てました。ちょっといつパッと出たのかはちょっと見てなかったんでわからないんですけど、さっき気がついたらね、画面のところのホーム画面のところに何ていうかな、警告っていうかね、が出てて、でそれをポッと押すと、こんな画面が出てきましたね。現在このエアタグの所有者はあなたの現在地を見ることができますというね、こういうのが出てきました。で、まあ、結局これが出た時にこのエアタグを無効にできるのかどうかっていうことが僕すごい知りたかったんです。もしこれを例えば無効に、僕の場合はバイクにこれを仕込んで、盗難目的、防犯目的、ね、に使えないかと思ってたんで、もし犯人がこれをね、無効にできちゃうとあんまり効果がないのかなと思ってたんですけど、これね、今こういう画面ですけど、この次の画面ね、続けるっていうのをやるとこういう画面になります。で、サウンドを鳴らせる、だから誰かに仕込まれてたり、まあ、僕はバイクに例えば防犯目的で仕込んでた場合、犯人は音を鳴らして一応このエアタグを探すことはできるんですね。で、この次に2番目に書いてるセーフティー通知を一時停止っていうのは、これはあくまでも他人から、誰かから借りたものにこれがついてて、まあ、それを、まあ、一時的にピーピー音鳴ったりする、検出がされたりするのがめんどくさい、まあ、あくまでもストーキングされてないっていう分かってる人に、分かってる場合にこれを無効に、一時停止をすると自分の iPhone に警告が出ないっていうね、あくまでもそういう機能です、2番目のやつはね。で、3番目の AirTag を無効にする手順っていうのがあります。で、それをボタンを押すとこんな画面、まあ動画ですけどね、あくまでも電池を抜くその手順が動画で流れる感じになります。で、僕は Android を持ってないんで、 Android でどういう風な制御がかかるのか今ちょっとわからないですけど、よく似た感じの、案内が出るはずですね。はい、
で一番知りたかったこのエアタグをその犯人第三者が電池を抜く以外の方法で無効化するっていうことはどうやらできないみたいです、ね、だから例えばですけどバイク僕の場合はバイクのそのなんていうの本当にちょっと見えないような場所バラしたりしないとちょっと取れないようなところにこの前ちょっとご紹介したやつねこんなケースこれちょっと今まだ作ってる途中ですけどこういうケースをね作ってこの中にエアタグを仕込んで、このここへね結束バンドでどっかわからないところにこう取り付けておけばねなんていうかな犯人は音は鳴らせますけどバイクの鍵とかがちゃんと持ってないと当然シート開けたりとかそんなちょっとねタンク下とかにつけとけばバラさないとこうエアタグを外せないっていう状況だからこれつける場所が大事ですよねそういう場所につけとけば場所のこうね、検索っていうのはある程度有効化無効にはされないだから追跡がある程度できるという、ことが、分かりましたただこれもApple の方のそのなんかいろんな問題が出てきて Apple の方で制御の方法とか変わっていく可能性も今後当然ね、あり得る話なんであくまでも今の現時点ではというね、ことになりますけど、今の時点ではどうやら使える、みたいですね。で、あと Apple からの広報であった自分の持ち物のこの AirTag が自分のこの iPhone とかのこうなんていうの、まあファミリーリンクもそうなんかな。アカウントのファミリーの例えば僕のじゃあ嫁さんの iPhone。とか僕が出張行ってて家に誰もいて僕はいてないで嫁さんの iPhone が近くにあるっていうことだったら多分こいつはねファミリー、リンク内の iPhone とから検出されてるから多分それは多分セーフになると思うんですけど完全にこのなんていうのその自分のエリアマイエリアから出てしまって通信が途絶した、AirTag っていうのは多分3日経過したら音が鳴るんだと思います。これはねちょっとね試せてないです、正直だけどそれはまあちょっとあんま関係ないですよね。3日間以上例えばバイクを例えばどっかで放置するとかいうのとか、まあ、車に仕掛けた場合はどっかね、例えばまあそんなんあんのかな、まあ、例えば海外行くので空港に車置きっぱなしで3日間ね、経ったら音が鳴るとかいうのはあるかもわからないですけどまあでもあんまりね、そのなんていうかな僕の使う用途の目的としては問題ないのかなというふうに思いました。はい、まあまたね長々話がなっちゃうんでとりあえずはご報告ね、だから、とりあえずこれね、防犯目的でバイクにとかに仕込めば使える感じですね。はい、またいろいろね今後使ってて問題出てきたらまたね、紹介はしようと思いますけど、でこちらの方もねもう実はねあれなんですよ、メルカリに1回出してみたんですよ、まあ、試作でまだ実験ねいろいろしてる段階だったんですけど、でもう1個ね買ってもらった人がいてるんですけど、一応ね、まあ、作るのに結構時間かかるんで、これでね4時間くらいかかるのかな、くらいはかかるんですよ、1セットこの1個作るのにね。だからあんまり個数はね いっぱいは出せないんですけど、とりあえず作ったらメルカリにあげてね、まあ買っていただけたら誰かね買っていただけたらまた作ってあげてみたいな感じにしようかなと思います。在庫で持ったりするのもちょっとあんまり大量には持っておくのもどうかと思うんでね、はい、まあ欲しい方はねメルカリのページ、まあ僕の概要欄の方にも、僕のそのメルカリの販売ページの URL 載せとくんで、まあ興味あれば、見てください。はい、ということで、今日はねエアタグの制御のお話でした。またいろんなネタやっていきますね。どうぞよろしくお願いします。ではでは、さようなら。